世界初の次世代電池の開発が危機に直面しています全樹脂電池の開発を手掛ける APB をめぐりメインバンクの北国銀行グループの投資会社が1日付で東京地裁に会社更成法の適用を申し立てたことがテレビ東京の取材で分かりました全樹脂電池は発火の危険が少ないとして電気自動車への搭載に期待が高まっていて 政府もおよそ46億円の補助金の支給を決めています APB は日産自動車で車載電池システムを開発した堀江秀明氏が2018年に独立し創業しましたが事業化を急ぐ一部の株主らとの間で対立が深まり今年6月の取締役会で堀江氏は社長を解任されていました APB は株主に向けた投下付の文書の中で 現時点で会社更生手続きの開始が決定されているものではございません。などと説明しています。東京地裁は近く構成手続きの開始の成否を判断する見通しです。